皆様こんにちは、海老原です。えっ、ー、と、先日ですね、あの、サロンにお邪魔した時に、相田光夫さんの人間だものの中の詩を、えっ、ー、と、皆さんで朗読をしたんですね。その時にすごい身につまされる思いをしたので、ちょっと皆さんにも聞いてほしいなと思いました。皆さんあんなにこう、朗読に声を合わせるってことが、このコロナ禍でもできるんだなっていうふうに思いました。皆さんもちょっと探して一緒に読んでいただけたらと思います。 それでは、相田みつを人間だものより、のに。あんなに世話をしてやったのに、ろくな挨拶もしない。あんなに親切にしてあげたのに、あんなに一生懸命尽くしたのに。のに、のに、のに。のに,のにが出たときは愚痴。 こっちにのにがつくと向こうは恩に着せやがってと思う。庭の水仙が咲き始めました。水仙は人に見せようと思って咲くわけじゃないんだな。ただ咲くだけ。ただひたすら。人が見ようが見まいが、そんなことお構いなし。ただ命いっぱいに自分の花を咲かすだけ。 自分の花を。花はただ咲くんです。それをとやかく言うのは人間。ただ、ただ、ただ。それで全部、それでおしまい、それっきり。人間のように、のに、なんて愚痴は一つも言わない。だから純粋で、美しいんです。 いかがでしたでしょうか本当にそうだなーっていうふうに思うしだったので、ちょっと上げてみました。ありがとうございました。